1977年の小江戸井駅と周囲約500メートル範囲。左が南輪っかない方面。千鳥式ホームに面2線と駅舎横の貨物ホームへ引き込み線。駅裏にも貨物ホームと副本線を持っていた。荷物扱い廃止及び無人化後の姿だが、この時点で駅舎横の引っ込み線が撤去されていたかどうかは不明。この1年後の貨物扱い廃止後、 福本線はめぐま、北側の分岐が撤去され、対比用として、引き込み線化された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小江戸井駅は、北海道稚内市大ア小江戸井村アザコエトに、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はコイ。天根北線の廃線に伴い、 1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で相対式ホーム2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム東側と対向側ホーム西側を結んだ構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが上下共用の1番線、対向側ホームが上りの2番線となっていた。 その他、二番線の南輪っかない方から、対向側ホーム外側に分岐した行き止まりの側線を一線、有していた。1973年から廃止まで、無人駅扱いの運転取扱要員のみが、配置されていた駅であった。駅舎は、構内の北側に位置し、一番線ホーム中央部に、接していた。ホームには、花壇があり、風が強いために一度温床で苗を育ててから、 移植していた乗車券類は当時駅前に存在していた目と寄生店に簡易委託化されていた。ただし運転担当の職員は引き続き配置され、出発補充券による乗車券販売を実施。平成元年3月1日から営業最終日までは高券入場券も販売していた。当駅が所在した地名より地名は愛努の小と家に由来する。 波によって砂浜が崩されていたことから名付けられた。2001年時点では空き地となっていた。2010年時点でも同様であったが、線路跡は国道238号に転用されており、駅跡地は全くわからなくなっている。1987年4月時点で当駅を発着駅とする区間列車が上下一本設定されていた3月20日改定の時刻。 아리?